こんにちは、道は貸していますか？解説の霧雨マリサです。親切心があだになることってありますよね。サポートの白霊霊夢です。小国って滅亡する運命にあるんですかね。魂魄用夢です。今回は春秋戦国時代の諸侯であった、愚の成立と滅亡をやろうと思うぜ。今日は滅亡だけじゃなくて、国がどのようにできたのかもやるのね。ちなみに、ウィキペディアの地図によると、愚の位置はここになります。愚は大きな領地を持つ秦の南にある小国って感じですね。それと、愚の滅亡と関係がある核の国が、愚の南に位置しているよね。ちなみに、愚は周王朝からは、侯の位をもらっているわけであり、由緒正しい家柄でもあるぜ。それじゃ、愚国の成り立ちから簡単に解説してみましょうか。愚なんだけど、家系をたどっていくと、周王朝とも血縁があることになるぜ。この家系図にある豪王家の祖とされる大白と中央が愚の国と関係しているんですよね。周王朝の礎を作った周の文王の祖父にあたる、古公丹波は、貴将のことを次のように思ったとされています。まだ、周が遠廃家の諸侯だった頃のお話です。我が孫の貴将は、成人となる随将が出ておる。わしは貴将に周を継がせるように、大白、重要の弟である貴暦を後継者にしたいが、しかし、兄を差し置いて弟を後継者とすれば、国は乱れはせぬか心配でもある。古公丹波が悩んでいることを知った大白と愚忠は次のように語ったとされています。父は、貴暦の子である貴将を後継者にしたいようぜ。我らがここにいれば、弟の貴暦は即位しにくいに違いない。我らが周を去れば問題なく、貴暦が後継ぎとなることができよう。私もお供いたします。周を去った大白と中央が行った先が呉であり、春秋時代末期に活躍した呉の国と繋がっているとされているぜ。大白と中央は呉に行っただけでなく、入れ墨、断髪をして、周の後継者から辞退したことを示したのよね。こうした経緯もあり貴暦が後継者となり、貴暦の子である貴将の時代に、周は大きく躍進したわけだ。さらに、貴将の子である貴発の時代になると、主君である殷を滅ぼして天下の主となるのよね。周の武王が殷を滅ぼした後に、次のような話があったとされています。わしは諸侯を報じようと思っておるが、周を去った大白や中央の子孫がいれば、どこかに報じたいと考えておる。後の大白が亡くなるとこがなく、弟の中央が後の後継者となり、中央の子孫には、周将というものがおりますが、すでに後の国を治めています。ならば、周将を改めて後に報じることとしよう。あと、周将の弟に愚忠というものがおり、愚忠をどこかに報じてみてはどうでしょうか。わかった。愚忠には愚の地を与えることとしよう。これが愚の国ができた経緯だとされているぜ。大白と中央の子孫の国は、後と愚の二カ国になったわけですね。これが本当なら愚は、周王朝と家系が繋がっているよね。周王朝なんだけど、十二代目の幽王の時代に、秦侯や建州に攻められて都を後継から洛陽に移すことになるな。幽王が秦侯や建州に攻められたのが紀元前770年で、ここからが、諸侯同士が争う春秋戦国時代の始まりなんですよね。愚は爵位としては、最高級の侯爵となっているんだけど、国力は低かったのか、目立った活躍もなかったように思うな。それと愚の君主の名前もよくわからないのよね。春秋左辞伝には、愚公に次の話が伝わっています。ちなみに、愚公が兄で愚宿が弟です。弟よ。そなたは美玉を持っていると聞いておる。確かに、美玉を持っています。それをわしに譲ってはくれぬか。私が持っている美玉は大事な宝物であり、兄上といえども渡すことはできません。そうか。衆のことわざに、ヒップはたとえ罪がなくても、壁を抱けば罪になる、とある。私が美玉を持っていても意味はない。自分から災いを呼び込むこともないだろう。美玉は兄に献上することにしよう。この間の美玉は感謝しておる。いえいえ、私が持っていても意味はありません。兄上が持っていてこその美玉です。実は頼みがあるんじゃが、そなたが持っている宝剣をわしに譲ってはくれぬか。少し考えさせてもらいたく存じます。良い返事を期待しておるぞ。兄には限度というものがない。限度がなければ、
そのうち私の命まで欲しがるだろう。そうなる前に、手を打つ以外にあるまい。境地に出奔した愚行が、この後に、どうなったのかは記録がなくてわからないな。この話って現代でも教訓になりそうですね。女の子の欲望に従うままに、延々と貢いじゃう人とか、抵抗しないことから、社会でもひどい目に遭ってしまう人もいるみたいだからね。もし、自分がいろいろとうまくいかない状態になっているのであれば、相手が愚行のように言動を知らない状態になっていないか、見つめ直してほしいように思うぜ。ちょっとした人生の教訓ですね。話を進めるんだけど、次に愚の国にスポットが当たるときは、紀元前658年になるな。領土を積極的に拡大させている、秦の健康が各校を攻めるときの話よね。ついに、愚の滅亡が見えてきましたね。なお、先ほどの言動を知らない愚行と、道を貸す愚行は年代的に考えて別人だと思われます。愚行としか書かれていないから、ややこしいのよね。秦の健康が核を滅ぼそうとしていた時のお話です。ちなみに、核も周王朝と血縁がある国です。愚行に屈さんの名馬4頭と水極の壁を送り、愚に道を借りて核を打ちたく存じます。核を打つのはわしの悲願でもあるが、屈の名馬と水極の壁は、わしの大事な宝でもある。愚から道を借りることができれば、核を滅ぼした後に、愚はたやすく滅ぼすことができますし、宝も取り戻すことができるはずです。なるほど。愚に名馬や宝物を渡しても、国外の倉庫に置いておくようなものじゃな。その通りでございます。しかし、愚には旧式という献身がいるが、うまくいくのだろうか。旧式の人柄は打弱であり、愚行をきつくいさめることはできませぬ。愚行と旧式は幼少の頃よりそばで育ち、慣れ合いになっていますから、たとえいさめたとしても聞き入れることはありますまい。わかった。そなたが愚に行き、道を借りるように願い出てもらいたい。わかりました。秦が核を打ちたいから、愚に道を貸してほしいというのか。核は無道にも、出城にこもり我が国の南港に攻め寄せてきました。帰国の道を借りて核を打ちたく存じます。なるほど。秦の健康様は、愚行様に屈さんの名馬4頭と水極の壁を献上すると申しております。これは、すごい宝じゃな。秦の健康様の気持ちでございます。秦の健康殿の気持ちはよくわかった。愚の方でも兵を出し、核の攻撃に参加するようにしたいと思う。秦の健康様もお喜びになるに違いありません。いやいや、これはわしの気持ちじゃ。秦に道を貸すと聞きましたが、本当でしょうか。本当のことじゃ。秦の健康はわしに名馬や宝物を送ってくれておる。わしも兵を出して秦に協力することにした。これは秦の罠です。秦の健康という人は、皇室に連なる官職や蒼白の一族を容赦なく滅ぼしているような人です。秦の健康の言うことを聞いてはなりませぬ。そなたは心配しすぎなのじゃ。これでは、愚の国は滅んでしまいます。わしはすでに兵を出して秦に協力することを約束しておるし、そなたが、何を言おうがわしの気は変わらぬ。そうですか。愚行は兵を出して秦軍と共に核を攻撃したわけだ。当時の核は、首都の城陽と副都の華陽が河水を挟んで国があり、紀元前658年に秦と愚は華陽を滅ぼしたんですよね。核は別で解説したいんだけど、この地図で見ると弱小国に見える人もいると思うぜ。領土的な広さで見ると秦が圧倒的に大きく核や愚は小さく見えますよね。文字もよく見えないくらいですし。実際の核という国は、周王の命令で秦を何度も破ったり、秦を追い出された公使たちが頼った先でもあり、全くの弱小国というわけでもないはずだな。それでも、核は奢っている部分もあり、国力の低下があった話もあるよね。多くの国を滅ぼした秦の健康ですけど最大の功績は、核を滅ぼしたことが挙げられると考える人もいますよね。それでも、秦が核の華陽を滅ぼしたことは大戦果だと言っていいはずだぜ。核の滅亡が見えてくると、愚の滅亡も見えてきちゃうんだけどね。秦が核の華陽を滅ぼした2年後にあたる、紀元前655年に再び秦は、愚に道を借りたいと使者を送ります。この時の愚行と旧式の話が春秋左辞伝に残っています。秦に再び道を貸すことになったと聞いていますが、本当でしょうか。本当のことじゃ。愚と核は、唇と歯の関係です。唇である核がなくなってしまえば、歯になっている愚は寒いものです。
2年前に秦に道を貸したが、何の問題もなかったわけじゃが。外国の兵を甘く見てはいけません。一度でもひどいのに、二度も秦の兵を具に入れるなど、言語道断です。秦と具は、非正で同姓の国でもあるし、秦が具に危害を及ぼすことはあるまい。よく考えてみてください。格も非正であり秦と同姓の国なのです。核を滅ぼすことができるのに、秦が愚に同情するわけがありませぬ。秦は先に、名馬や宝物を送ってくれているし、愚には、親しみを持ってくれていると感じているが、いくら秦が親しくしてくれても、愚は秦にしてみれば他国に過ぎませぬ。核がいなくなれば必ず害されます。わしは祭祀の供物は、豊かに選び抜いているし、何かあったとしても、秦霊はわしに味方するはずである。鬼神は人には親しまず、徳に下る、と聞いています。神の力を得ることができるのは、徳ある人間だけなのです。神霊に期待することはできませぬ。わしはお主の言うことを聞くつもりはない。神に道を貸して核を攻めてもらうこととする。具は年末までもたぬ。神は二度の出兵をする必要はないだろう。わしは一族を連れて具を立ち去ることとする。旧式が具の滅亡を見越して、ついに去ってしまいましたね。この後に、秦の健康は核を滅ぼすことに成功するわけだ。核の人である常陽を滅ぼしたのよね。核を滅ぼすと次のような話が伝わっています。急に秦軍が攻めてきた。具は、かなりあっけなく滅んじゃいましたね。春秋左辞伝によれば、秦軍が具に駐留し、具を吸収し滅ぼしたとあるな。それを考えると、愚公は秦軍が核を滅ぼした後に、国内に駐留する許可を出し無防備だったところを秦に吸収されたのかもしれないよね。どちらにしろ、いとも簡単に愚は滅ぼされちゃったんでしょうね。ちなみに、秦の健康は数年前に愚公に自分が送った名馬を見て、確かにわしの馬ではあるが、老いぼれたわい、と笑った話が、式に残っています。秦の健康が愚公に渡した名馬もちゃんと返ってきたんですね。でも、この時期って秦では、太子申請がなくなったり、長寿愛護が国外に亡命した時期でもあるのに、核や具を簡単に滅ぼしちゃったのよね。それだけ、秦の力が強大だったってことになるんでしょうね。核は、一時は強かったけど、弱くなるのも早かったと感じるよね。具が滅びた時に注目したいのが、式の申請下にある、愚公及び伯、百里慶を虜にし、この二人を秦の健康の皇女である、秦の牧騎の付き添い人として使った、とする記述だな。これを見ると愚公は捕らえられたけど、秦の牧騎の付き添い人として生きたことになるよね。別の話では、愚公は愚かな人で、生かしておいても問題ないと判断されて、殺されなかった話もあったような。秦の牧騎の付き添い人となった愚公のその後はわからないんだけど、百里慶も愚公と一緒に捕らえられているのにも注目すべき点だと思うぜ。百里慶って言えば、後に秦の牧公の下で宰相となる人物だよね。百里慶は秦でも屈指の名宰相と呼ばれる人物だな。でも、愚には旧式だけじゃなく、百里慶もいたのに国を滅ぼしてしまうなんてもったいなく感じますよね。ただし、百里慶はその出身だという話もあり、愚公の下にはいなかったんじゃないか、と考える専門家もいるな。古代の歴史は謎が多いからね。ちなみに、兵法36計の中に、可動幕閣、というのがあり、秦の具から道を借りて核を撃ったことに由来しているぜ。可動幕閣は、一旦は同盟しておいて敵を滅ぼした後に、同盟した相手も滅ぼす括弧撃破の手段ですよね。秦が核と具を鮮やかに攻め滅ぼした手段は、兵法としては例にしやすいよね。今回の話を見ると他国に道を貸すことは、良くないことだと感じた人も多いと思うぜ。でも、戦国時代初期に趙は、わざと道を義に貸すことをしていますよね。学用の動画で扱った話よね。この時の趙は義に道を貸して、義は中山を滅ぼすんだけど、義の本拠地から遠く離れていたために、維持することができなかったわけだ。義の力が弱まると中山は復興し、復興した中山を、今度は趙が滅ぼしたんですよね。それを考えると、他国に道を貸すというのも、ケースバイケースになるんだろうな。状況に応じて対処法は違うってことね。それじゃ、今回はこの辺で終わりにしようと思います。久しぶりの小国滅亡シリーズでしたね。この動画が面白かったらチャンネル登録をしてもらえると嬉しく感じております。それじゃ、最後までご視聴ありがとうございました。